日本落合駅は、広島県小原市最上町八鳥にある、西日本旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である、芸備線と、当駅を終点とする、キス線が接続する駅で、中国山地の山間部に位置する。1935年に開業し、1937年に、キス線が乗り入れてからは、備北地区の機関駅の一つとして、機関区宿泊所、保線分区、 通信分区などが設置され、一時は200人超の職員が勤務し、準急、急行、千鳥などの優等列車の機関車付け替え、分割併合、スイッチバックなどが行われていた。また、駅前には2軒の旅館、タクシー、食堂、理髪店などが進出し、落合銀座と呼ばれるほど盛況した。しかしその後は、蒸気機関車から機動車への置き換えによって、 職員数が減少し、過疎化道路網の発達により、利用客も減少した。平成に入ると当駅は、ワンマン列車のみの発着となった。利用者数が減少してからも3人の係員が、常駐し、当駅で折り返すキスキ線列車の運行管理、出発業務に当たっていたが、1997年3月22日のダイヤ改正によって、 キスキ線で運行される列車は、小原の列車集中制御所で自動制御できるようになったことで、運行要因が必要なくなったため、同日から無人駅となった。2018年12月時点では、列車の発着時を除き、利用客はほとんど見られない状態で、かつて駅前に多数並んでいた店舗もほとんどが廃業しているが、ターミナル駅としての移行が残る、非行駅として、 鉄道ファンから注目を集めたことに加え、駅付近に在住する元国鉄機関士による駅構内や周辺の清掃、地元の鉄道ファンや観光協会の活動により、近年では利用者数が微増傾向にある。かつては駅構内には機関車庫、電車台、給水塔、助炭場が駅に隣接してビンゴ落合中白書があった。駅横の鉄道官舎、 機関庫は2009年時点で、すでに撤去されているが、初誕上、転車台は残されている。JR 西日本の岡山支社、米子支社、広島支社の境界であるため、トロッコ列車の奥出雲路地号を含め、すべての列車が当駅で折り返す。ただし、三次方面からの列車は夜間対泊を行うため、駅舎の一部が乗務員宿泊施設となっている。 木月線とゲイビ線の乗り換え駅であるが、定期列車は三次方面が1日5本、木月、新見方面は各3本と少なく、各方面同士の接続もあまり考慮されていない。当駅を含めた前後の区間は豪雨、豪雪により普通となることがしばしばある。豪雨は3時方面に、豪雪はキス新見方面に多く、特に雪は一度深い積雪になると、 春まで除雪されず、バス代行となることが多い。駅構内転車ダイアと短式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、キス線が使う短式ホーム側に設けられており、警備線が使う島式ホームへは、構内踏切で連絡している。開業当時は、古線橋があったが、太平洋戦争中に撤去された。 乗り場は、駅舎側から、以下の通り。1日平均の乗車人員は、以下の通り。駅は、山間部にあり、駅前から並走する国道183号線とは、最上側の支流である人とばら川で隔てられている。国道へは、広島県道234号便を、落合停車場線で結ばれているが、人とばら川を渡る橋は東側へ90メートルほど。 行った場所にあり、橋に向かって緩やかな下り坂となっている。駅前には商店などはなく、空き家が2軒ある。かつては、県道の坂道の途中には川側には、美容室、新聞販売店、道後タクシーの営業所があったが、2019年10月の時点ではタクシーの営業所の建物のみが残る。タクシー営業所も無料の直通電話の設備があったが利用できない。 坂道の終点であり、人とバラ川を渡る橋の正面には大きな木造2階建ての建物があるが、もともとは旅館であった。王子には深夜に到着する列車の乗り換え客が朝の列車が到着するまで仮眠を取るために使われるなど賑わったという。現在は宿泊営業はやめているが縁側にはタバコ販売の古いショーケースが置かれ、タバコなどを取り扱う商店として、 営業を続けている。西日本旅客鉄道 PE 警備線、快速道後山駅ビンゴ落合駅、普通道後山駅ビンゴ落合駅、日馬山駅、いきすき線雪駅ビンゴ落合駅。ありがとうございます。